どうもこんにちは、宮脇です。この付録 DVD を参考にして、あなたにとって、自然な弾き方を本を見ながら、マスターしていってください。それでは。ピックの角度、アングルは大きく分けて3つあります。これが準アングル、そして平行アングル、そして逆アングル。この本で、おすすめする平行気味の準アングルでフレーズを弾いてみます。あまり極端な、例えばこのような準アングルになるとちゃんと音が出ないので注意してください。しなり弾きについて簡単に説明します。右手をリラックスさせてピックをやや浅めに持ってピッキングすると、ピックの硬さに関係なくピックがあたかもしなってるような動きで、ピッキングすることができます。これをこの本ではしなり弾きと呼んで推奨しています。このしなり弾きではギターの弦がナチュラルに振動するので良い音色が得られるというわけです。カッティングでは右手を弦に対して垂直に振り下ろす動き、これが原則になります。これで弾いてみますと、このようなシャープなカッティング音が得られます。もしも右手が外に向いてしまうような斜め振りですと、キレが出ません。そして続けてボディ面に対する軌道も重要です。ボディ面に向かうようにして振り下ろす動き、このように振ればシャープな音が得られます。ボディ面に平行に振り下ろすとどうしても低音源の要素が多くなって切れ味が鈍ります。というわけで、右手の振りは弦に対して垂直に、そしてボディ面に向かうように振り下ろす、これが、基本となります。エレキギターでのビブラートはチョーキングする、そして戻すという動きが基本になります。ではフレーズを弾いてみます。このように、一旦その音をまずビブラートをかけずに伸ばし、そこから徐々にかけていく、これによって何の音に対してビブラートをかけているのかが、聞き手にも、分かります。で、チョーキングをして戻すという、特性ゆえに陥りやすいのが音程の上ずりです。例えばこのようになんか気持ち悪い感じになりやすいというわけです。なので、チョーキングをして、そして今度は逆方向、下側にチョーキングをする、このように、上下に揺らすことで、必ず元の音程を通る、こういう風なビブラートのかけ方もあります。